皆さん、こんにちは。12月21日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。本日は12月21日の誕生花であるプラタナスに焦点を当てて、その魅力と興味深い側面をご紹介します。プラタナスは、その堂々とした姿と歴史的な背景で、多くの文化において重要な役割を果たしてきました。それでは、プラタナスの美しい世界を一緒に探ってみましょう。プラタナスの花言葉は高潔です。この言葉は、プラタナスの堂々とした姿と、その気高い外観から来ています。プラタナスは、その威厳のある立ち姿で、私たちに強さと高潔さを象徴しています。この木の原産地は、北アメリカ、ヨーロッパ、西アジアに広がっています。プラタナスは、これらの地域の多様な気候に適応し、都市部の街路樹として、特に親しまれています。その理由の一つは、プラタナスが都市環境の汚染に強いため、空気の質を改善するのに役立つからです。都市部の街路樹としてのプラタナスは、都市環境に自然の美しさと安らぎをもたらします。その大きな葉は夏の暑い日差しを遮り、涼しい影を作り出します。また、プラタナスはその特徴的な模様のある樹皮で知られており、四季を通じて美しい景観を提供します。結論として、プラタナスは高潔の花言葉とともに、私たちの都市生活に自然の力強さと美しさをもたらします。この木は都市の中で自然と人間が共存する象徴として私たちに安らぎと活力を与えてくれます。プラタナスはその巨大な樹形と特徴的な剥離性の樹皮でよく知られています。この木は特にその大きさと堂々たる姿で都市の公園や街路を飾ります。プラタナスの樹形は空間を広く取り豊かな緑のキャノピーを形成します。このキャノピーは夏の暑い日差しを和らげるだけでなく、都市の美観を高める役割も果たしています。特に注目すべきは、プラタナスの樹皮です。この樹皮は剥離性を持ち、古い樹皮が剥がれ落ちることで、新しい樹皮が露出します。このプロセスは、プラタナスの樹皮が特有の模様を持つ理由です。樹皮のこの特徴は、プラタナスを容易に識別できる特徴の一つとなっています。プラタナスの葉は、その大きさと手のひらのような形で知られています。これらの葉は、春から夏にかけて、豊かな緑を提供し、秋になると美しい紅葉を見せます。秋の紅葉は、都市の風景に鮮やかな色彩を添え、季節の移り変わりを感じさせます。結論として、プラタナスの巨大な樹形、特徴的な剥離性の樹皮、そして大きな葉は、この木が都市の風景にもたらす美しさと機能性を象徴しています。プラタナスは都市生活に自然の豊かさと美しさを提供し、私たちの生活空間を彩る重要な役割を果たしています。プラタナスは都市環境に非常に適応しやすい樹木です。その一番の理由は、大気汚染に対する強い耐性にあります。都市部では、排気ガスや工業汚染などにより空気が汚れがちですが、プラタナスは、このような環境でも健康的に成長することができます。この特性は、都市部での街路樹として、プラタナスを理想的な選択肢としています。プラタナスは、その大きな葉で空気中の汚染物質を吸収し、空気の質を改善する効果があります。また、この木は日陰を提供し、都市のヒートアイランド現象を軽減するのにも役立ちます。その広い葉は夏の暑い日差しを遮り、涼しい空間を作り出します。さらに、プラタナスの堂々とした姿は、都市の風景に美しい緑の景観を提供し、市民にとってのリラクゼーションの場となります。街路や公園に植えられたプラタナスは、自然の美しさを都市の中心にもたらし、都市生活に安らぎを提供します。結論として、プラタナスは都市環境に非常に適応しやすく、大気汚染に強いため、多くの都市で街路樹として重宝されています。この木は、都市の自然景観を形成し、市民の生活に豊かさと安らぎをもたらす重要な役割を果たしています。歴史的に、
プラタナスは多くの文化で重要な役割を果たしてきました。特にヨーロッパでは、プラタナスは多くの神話や伝説に登場し、その存在は深い文化的意味を持っています。これらの物語では、プラタナスはしばしば力と安定の象徴として描かれ、その堂々とした樹形と長い寿命が永続性と普遍性のメタファーとされてきました。プラタナスの木は、その印象的な外観と長寿のため、多くの古代文明において尊敬の対象でした。この木は王族や神々と関連付けられ、強さと永遠性を象徴する存在とみなされてきました。ヨーロッパの多くの神話では、プラタナスは神々の集まりの場所や重要な出来事が起こった場所として記述されています。また、プラタナスの堂々とした樹形は、コミュニティの集会の場としても使用されてきました。この木の下で、人々は集まり、議論を交わし、社会的な絆を深めてきました。そのため、プラタナスは、コミュニティと絆の象徴としても、重要な意味を持っています。結論として、プラタナスはその歴史的な背景と、文化的な象徴性により、単なる樹木以上の意味を持っています。この木は力と安定、コミュニティの絆を象徴し、私たちの文化に深く根ざした存在です。皆さん、プラタナスについてのお話はいかがでしたでしょうか。この木はその高潔な美しさと都市環境への適応力で、私たちの生活に静かな力強さをもたらしています。プラタナスの歴史的な背景と文化的な意義は、自然界と人間社会がどのように結びついているかを示しています。この木が持つ特性は、私たちに安定と歴史の重要性を教えてくれます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。動画制作の励みになりますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆様にとって今日が素敵な一日になりますようにお祈りいたします。Thank you.